先日東北に出かけました。そこで自分の価値観を変えるものに出会いました。衝撃でした。スーパーは閉店間際になると半額シールが貼られます。半額が限界だと私は勝手に考えていました。しかし見つけてしまったのです。 70% オフを。衝撃でした。私の今までの人生でスーパーの限界は半額だと勝手に考えていたんです。でも 70% オフ。旅に出ました。全てが手につかないほどの衝撃でした。古代の人が皆既日食を見たらこんな驚きだったのでしょう。私の30年は何だったのでしょう。半額以上があるんです。逆に 70% オフになったらどんな気持ちなんでしょう。そんなことを考えると何も手につきません。いつもの 70% オフの気持ちでアクセルを踏みました。安全運転でした。いつもの 70% オフの感じで歩きました。遅刻しました。でもそれが 70% オフです。100円が30円、1億円が3000万。あ、でも3000万なら欲しいかも。あ、そういうことだったんだと思いました。自然数の中で過剰数でありながら疑似完全数でない不思議数の最小数が70です。そういうことなんです。 70% は不思議なんです。バイ。